お疲れ様です。私から1点だけお話をさせていただきます。ニュージーランドの地震でございますけれども、クライストチャーチの対策本部におきまして、地震発生直後から徳永久志外務大臣政務官が本部長として陣頭指揮を取っていただいておりましたけれども、本日夕刻に松本剛明副大臣が現地に向けて出発をすることとなりました。私からは松本副大臣に対しまして、現地において被災されたご家族の皆さん方への支援に全力を尽くすとともに、ニュージーランド政府あるいは当地の警察消防との橋渡し役となってしっかりと連携をしてもらいたいということをお願いをしたところでございます。現在66名の国際緊急援助隊を送って24時間まさに不眠不休で活動をしていただいているわけでございますけれども、昨日が21名、そして今日のフライトで11名の国際緊急援助隊の第2次派遣部隊というものを派遣をし、そして引き続き切れ目なく捜査救助活動を行っていただくということになりますので、そのことをご報告をさせていただきたいというふうに思っております。私の方からは以上でございます。でご質問ある方どうぞ。花村さん。テレビ朝日の花村です。今の件に関連してですけれども、はい、現地に、ある政府専用機はいつごろ戻る予定かということと、はい、あと今日富山市長が会見で、まあ、政府専用機は難しいにしてもチャーター便なので、家族らを帰れるように、官邸などにお願いしているというふうにおっしゃってますけれども、そういった検討状況はいかがでしょうか。はい、まあ、これは所管防衛省でございますので、政府の中で調整をしているところであります。私が側聞したところによりますと、定期的に整備をしなくてはいけないということで、日本航空にその整備を任せているということで、その日程がもう決まっているということを伺っております。いずれにしても政府の中で調整を今しているところでございます。それはごめんなさい、整備は政府専用機について、政府専用機、はい、チャーター便ということは、はい、まあ、チャーター便というものについて、例えばエジプトで、いわゆる反政府勢力との武力衝突デモというのが拡大をしたときに、チャーター便を使って、ローマに対して3便計国外脱出というものをお願いしたところでございますが、その際におきましては、実費を一人頭、おいくらということで頂戴をいたしました。このチャーター便というものについてはですね、もちろん我々としてはさまざまなバックアップはさせていただきたいと思いますけれども、法律に基づいてどのようにそれをご負担をいただくのかと、誰が払うのかということについては詰めをしていかないといけない問題でございますので、ご要望は受けたまわりますけれども、その時にどう政府が関与するのかということについては、法律そしてその立て付けになっている条文等ですね、しっかり照らし合わせて考えていかなくてはいけないことだと思います。いずれにしても我々としては被災をされた方々のご家族の、バックアップサポートというものはできる限りさせていただきたいというふうに思っているところでございます。関連してご質問になる方、市原さん。
すみません、NHK の市原です。そうしますと、その今言ってらっしゃる緊急援助隊66人の方は政府専用機で帰国をするということなんでしょうか。そしてそれに今言ってらっしゃる被災された方、怪我された方やそのご家族、安否が分からない方のご家族が搭乗して帰ることは難しいということなんでしょうか。はい、まず整理をしてお話をいたします。一つは、おけがをされている方については、4名おられました。しかし1人昨日、男性の奥田健人さんは、緊急輸送の飛行機で帰国をされまして、現在入院をされている方は女性3名でございます。で、私の徳永政務官から現地の報告を受けている情報を皆さん方にお伝えいたしますと、お一人はかなりの重症であります。1ヶ月以上の入院が必要ということであります。また残りの2人についても骨盤を骨折をされているとか、怪我をされているわけでございまして、その方々にはですね、私が伺っているのは医師の診断は1週間以上のいわゆる入院が必要で、また帰国をする場合にも医療サポートというものが必要ではないかというふうに言われておりまして、怪我をされている方々の御用体と、それから政府専用機が帰るタイミングというものについては、若干そこは私は折り合わないのではないかというふうに思っておりますし、もし政府専用機で仮にお乗せをするということになったとしても、医師の付き添いをどうするかとかいう問題が新たに発生をいたしますので、まあ、そういった問題、タイミングの問題とサポート体制の問題が生じてまいりますので、あくまでも我々はどうして無事に今入院をされている3名の方の帰国支援をするかと、これは現地の医師と相談をしながら無理のない形でやらせていただきたいと、このように考えているところでございます。それから残りの安否不明の方のご家族でございますけれども、ご家族のご意向というのはいろいろあると思いますけれども、現時点においてはいまだに身元が確認をされていないという状況でございます。また現地においては CTV ビルについては大体100名から120名ぐらいの方がそこで被災をされたのではないかということでありますが、今発見をされているのは70から80ではないかというふうに言われておりまして、今必死の捜索救助活動が現在も続いているところでございます。そういたしますと、ご家族の皆さん方からするとですね、未だに安否の確認ができていない状況の中で、どのようなタイミングでお帰りになるかということについては、先ほどお答えをしたとおり、お帰りになりたい、なられたいタイミングというもの、そういうものを我々は勘案をして、できる限りのバックアップをさせていただくということを考えていきたいというふうに考えているわけであります。したがって、ご家族のご心情、そして怪我をされている方のご容体、こういったものをどう我々はサポートをするかということを主軸に物事を考えさせていただきたいと、このように考えております。関連してご質問のある方、市原さん引き続きどうぞ。すいません、その66人の方は政府専用機で帰ってこられるんでしょうか。これは今政府内で調整をしているところでございます。で、他のご質問になる方、山口さん。すみません、朝日新聞の山口です。
昨日、昨晩というか今朝未明に予算委員衆院で予算が通過した形になりましたけれども、はい、現状ではまだ、歳入の裏付けが取れていない段階で衆院を通過した形になっていますけれども、こういう この形の国会運営、国対回しについてですね、大臣はどのようにお受け止めになるかということと、一時は我々から見てもものすごく一体化している、もう一丸となって取り組んでいるように見えた民主党がですね、十数名のかつて代表を務めた方を含む十数名の欠席者を出したと、そういう形で、通過したわけですけれども、このことについてその政権の求心力が問われなかねない状況にもなっているかと思うんですけれども、この欠席者を大量に出した現状について、大臣はどのように、お受け止めになっていらっしゃいますでしょうか。はい、まず政権交代後初めて、当初から手掛けた予算というものでありまして、まあ、野党やあるいはマスコミの皆様方からマニフェストが遵守されてないんではないかというご批判はあるのは重々理解をしておりますし、できていない面あるいは不十分な面もあるということも十二分に理解をしておりますし、また4年間でマニフェストを実行するということで、それについて引き続き努力をしていかなくてはいけない面が、ございますけれども、しかしいずれにしても民意で政権交代という大きなご判断をいただいて、一番初めの自ら手掛けた予算案にですね、いかなる理由があろうとも欠席をするということは、これは私は反党行為だと取られても仕方がないし、それ以上に政権交代に期待をしてくださった国民の皆さん方への、言ってみれば反逆行為ではないかと私は思っているわけであります。中身についてはこれは徹底的に議論してやっていく話でありますし、今の予算については、昨日欠席された方々もそのプロセスにおいては、参加をされているし、その決定プロセスというのはオープンになっているわけです。つまりは何か言いたいことがあればその政策決定プロセスでものを言えばいいことであってですね、そこでどれだけのことをおっしゃったのかおっしゃってないのか分かりませんけれども、最終的に決まったものについてそのような対応されるということは私は決して許されるものではないと、まあ、こう思っているところであります。確かにねじれというのは私どもの野党で、安倍政権あるいは福田政権、麻生政権と、まあ、徹底して厳しく対応いたしました。したがってねじれの怖さというものは我々も身をもって分かっているわけでございます。したがってそんな生優しいものではないというふうに思っております。しかしやはり政治の一番大きなポイントというのは予算、これを作って成立をさせることでありますし、関連法案についてはこれからの面がございますけれども、いずれにしても年度内に予算案を成立をさせるということが、与党に課せられた最大の役割であり、政治に一刻の空白も許されないということで、我々は与えられた仕事をしっかりやっていく中で国民のご負託に応えていきたいと、また国民の要望批判あるいは今後どうすべきかということについてしっかりと耳を傾けて行動してまいりたいと考えております。関連してご質問になる方、稲田さん。NHK 奈良です。先ほど その欠席した、いわゆる16人の方たちについてなんですけれども、大臣、今言ってみれば反逆行為ではないかという形で非常に厳しく、糾弾されました。ただその党の方ではですね、16人、代表格である渡辺さんに対して6ヶ月の、党員資格停止という形になりましたけれども、この処分についてその、甘いのではないかという声もありますが、そこについてどのようにお考えなのでしょうか。まあ、大臣としてはですね、反党行為というものを働いた人たちが党に居続けるということについてもどのようにお考えでしょうか。これは党の役員会常任幹事会でお決めになったことでございますので、私はそのプロセスというものに従いたいと考えています。処分は適切であるというか、適切かどうかという判断は私はここではいたしません。これは役員会そして常任幹事会で決められたことでありますので、私はそれを、党の決定として従いたいと考えております。関連してご質問のある方、
すみません、向井さん。読売新聞の向井です。関連なんですけれども、大臣、先ほどその16人の方に対してですね、まあ政権交代というその民意を裏切るものだというご指摘をされましたけれども、一方でですね、まあ国民のまあ、その官内閣はですね、その党内すらもまとめきれていないとの指摘もありますし、またその国民からのですね、内閣支持率も非常に低いという現状があります。大臣、その政権交代を実現させた民意というものはまだ民主党についてきているというふうに現状でお考えでしょうか。はい、まあ、これはですね、まあ、皆さん方も一国民として、なぜ政権交代が起きたのかと、まあ、皆さん方の投票行動をいちいち私は確認をいたしませんが、多くの国民は、過去の自民党政権について評価をされている方々もたくさんおられると思うんです。だからこそ自民党というのは長い間政権与党で私はいたと思うんですね。しかし、なぜ政権交代が起きたのかということを私なりに考えれば、中長期の戦略なき、まさにその場しのぎで物事をやってきて、日中もさっちもいかなくなって切羽詰まってきた状況になってきた。例えば2004年から人口が減ってきた。それは出生率が 2.1 ぐらいなければ人口が減るっていうのは誰が考えても明白なことでありますので、そんな党の昔から放置しておけば人口が減って、そして少子高齢化が進むなんてことは分かっていたのに、対応が取れてこなかったのにですね、例えば子ども手当、私は子ども手当、今の現状が万全だとは思いませんけれども、この少子化を止めるための総合対策のコアとしてこういうものを出しているわけであって、私はその必然性というか必要性というものは決して、揺らいではいないと。ただ国民の皆さん方は、財源は安定的にあるのかと、あとは子ども手当だけで果たしていいのか、しかも2万6000円というのは多すぎないかと、そうであれば、現別支給を行って、託児所やあるいは保育所、そういったものの充実をトータルに図る中で、女性が働きやすい環境、結婚しても働きやすい環境を作って、出生率を全体として上げていくという方がいいんではないかと、まあ、こういう思いを持たれていると思います。そういう思いには私は柔軟に対応すべきだと。しかし先ほど申し上げたように、これだけの人口減少社会になるというのは数十年前から分かっていたことに、自民党政府は何ら手を有効的な手を打ててこなかったからこの状況があるということはですね、私は政権交代が起きた大きな要因だと思います。そして高齢化にしてもですね、年金、医療、介護、それは政権交代でその産後保険、年金の問題を今批判を受けておりますけれども、それは仕組みを変えるということは大変なことですよ。しかし100年安心と言っていた自公政権の年金については国民は安心だと思っていない。でその中身を変えていくという壮大な作業を政権交代で課されたわけです。それはもっとスピード感を持ってやれとか、もっと期待をしていたほどの成果が1年半で上がっていないとか、批判があるということは真摯に受け止めなくてはいけませんけれども、65歳以上の人口比率が23% の現状においてもですね、このような年金医療介護の状況で、これからどん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 2050年には5人に2人が65歳以上になると言われている状況の中で、社会保障改革というのは待ったなしなんですね。でそういうものをやってこなかった自民党だから政権交代で何とかしてくれと。でそれを私は着手はしていると思います。しかしそれが言っていたほどはスピーディーにやれてない、それの不満が溜まってきていると、まあ、いうことだと思います。そしてもう一つは、この特例公債についてさまざまなばらまきだとか批判がなされていて、そして、2年連続で、その税収を上回る公債を発行するのはいかがなものかという批判はございます。しかし対 GDP で 180% を超えるまで放置をしてきた最大の責任は自民党政権の放漫財政にあるわけであって、
それに対して、なんとか対応してくれということが政権交代の、またこれも大きな要因だったと思います。リーマンショックがあって、そして確かに207兆円の組み替えということについて、これは閣議で何度も議論がありましたけれども、思った以上に進んでいないことも事実であります。これは我々は、真摯に批判を受け止めて反省をしなくてはいけないし、この207兆円の組み替えということをこれからもしっかりとやり続けなくてはいけないというふうに思いますけれども、まずはデフレ脱却をし財政再建をするということの、自民党政治がやらなかった社会的使命というものを我々が果たせという必然性というものは私は何ら変わってないと思うんですね。したがってスピードが遅い、偉そうに言っていたほどできていない、その批判は我々は真摯に受け止めなくてはいけないけれども、自民党政治の行き詰まりの中で問題が放置をされてきた莫大な財政赤字、遅れた少子化対策、そして今の状況での社会保障の極めて足元の不安定さ、これを克服することが私は民主党のみならず今の政治家に課せられた大きな使命だと思いますので、まあ、そういう意味ではここで放り出すということは選択肢としてありません。つまり我々は放り出すんじゃなくて、そういう状況をどうすれば変えられるかという、やはり政治的な意思とビジョンとそして覚悟を持つことが私は大事だというふうに思っておりますので、まあ、その思いでですね、我々が選んだ菅さんをしっかり支えて、その問題意識の下で与えられた仕事をやっていくと、まあ、それに尽きると私は思っております。西垣さん。すいません、関連して時事通信西垣です。予算案は今日未明に通過したわけなんですけれども、関連法案、特例公債法案などはまだ衆院に残った状態にあると思います。でこの造反者が出たことからもさらに状況はさらに厳しくなったのではないかと思うんですけれども、全くその成立の見通しが立ってない、この今の現状をどう、この現状をどう打開していくのが、まあ、いいとかお考えになってますでしょうか。まあ、私は一つはですね、予算案を成立をさせる、そして年度内に予算関連法案を成立させるための最大限の努力をする、あらゆる努力をする、まあ、それに現時点では尽きるんではないかというふうに思っております。まあ、簡単にですね、菅さん辞めて、そしてじゃあ新たな方になったら今の現状のねじれが回復するのか解消するのかといえば解消しないわけですよね。私はやはり今の予算案というもの万全ではないけれども、まあ、今日もいわゆる労働力調査発表というのがあって、有効求人倍率というのは回復していますし、失業率はまあ 4.9% のままでありますけれども、株価もこの中東の情勢にかかわらずなんとかまた持ち直しをしてきているということの中でですね、この日本の回復基調を確実なものにしていって、先ほど申し上げたようにまずデフレ脱却なんですよ。デフレ脱却をしないと、それは財政再建ということをやったらまた腰折れになりますよ。これは過去何度も経験しているわけですから、そういう意味ではデフレ脱却まで何とか持っていって、そこから先その制度改革も含めてですね、歳入一体改革をしっかりやっていくというところの道筋を早くつけておくということが大事だと思います。私、首が変わって今の状況、難しい状況が変わるとは思っておりません。もし変えたいなら、去年の参議院の選挙までもう一度逆戻して、なんとか勝てるように、例えば、まあ、あまり言うとあれだな、とにかく人を変えてなんとかなるものではないということで、予算関連法案、とにかく年度内に成立するように努力をする、これに尽きると思います。そろそろ時間でございますので最後のご質問にしたいと思います。山尾さん。朝日新聞の山尾です。ですね、まあ、とはいっても野党の協力が得られなければ予算関連法案が通るのは難しい状況にあると思います。で一方でですね、野党は解散に向けて攻勢を強めているわけですけれども、政権としてですね、どのように野党に対応すべきだとお考えでしょうか。連携なども場合によっては考えるべきなんでしょうか。
まあ、予算の中身については、これはベストなものを出しているわけですね。ですから、このままでお願いをしたいというのが、本来あるべき姿だとは思いますけれども、衆議院と参議院の多数党が異なると、いわゆるねじれが生じている状況の中で、どうすれば野党の協力を得られるかということは、私は個別のことは申し上げませんが、真摯にやはり考えなくてはいけないことだと思います。この1ヶ月間、3月末までですね、参議院の予算審議がありますけれども、それは統一地方選挙もありますので、なかなか野党の皆さん方も急に衆議院で反対をしたのに協力しましょうということにならないと私は思いますけれども、しかしどうすれば我々としても、どの野党がということは特定しては申し上げませんけれども、協力をしていただける状況が作れるのかといったこともですね、考えながら最終的には柔軟に対応し、そして、予算関連法案への賛成というものもですね、活路を見出していくという柔軟さも私は持ち合わせることが大事なんではないかと、そう思っております。それでは時間となりましたので、以上で記者会見を出していただきます、はい、どうもありがとうございました。